悲しいお知らせです。悲しいお知らせ、自分だけの話ですが、沖縄、3泊4日で行ってきたんですが、4日目、長ヌ島に行った時に、スマホを海に落としました。水没。はい、こんにちは、あるいはこんばんは、たそがれくん。悲しいお知らせです。悲しいお知らせ、自分だけの話ですが、沖縄、3泊4日で行ってきたんですが、4日目、長ヌ島に行った時に、スマホを海に落としました。水没です。しかも海水なんでね。で、画面にひびが入ってたんで、完全に中に海水が入ってしまいました。ということで、完全にスマホを失いました。いや、スマホがないとね、今の時代本当困りますね。もうほとんど何もできなくなりましたね。最終日結構夕方早く空港まで行けたんで、なんなら一度那覇まで出て、で夕飯食べて帰ろうかなぐらい考えてたんですが、スマホがないと何の検索もできないんで、もうそのまんま空港にずっといました。でその後、で結局も、まあ、戻って、で次の日は仕事、休む連絡も入れられないんでね、とりあえず午前中は出勤して、で午後休みを取ってスマホの復活なんですが、まあ治るとは思ってなかったんですが、で、まあ、結局ね、新しく、今これ撮影してるのが新しいスマホなんですが、スマホを買い直しました。でただ、データはかなり失いました。で一番でかいのは沖縄旅行最終日長ヌ島最終日の写真動画は一切残ってません。水没してっていうだけじゃなくて、 Wi-Fi がほとんど入らなかったんでバックアップが取られなかったということで、最終日は写真動画がほとんど残ってません。で、あとは、スマホとして肝心なデータといえば、電話帳がぶっ飛んじゃいました。割と最近の付き合いの人は LINE とかね、Facebook とかでつながりがあるん で、そっちは残ってるんですが、電話番号って割と昔のつながりで、仕事でとかね、そういう人たちとかのつながり、どっちかっていうとこう人間の付き合いとして重要だった方の人たちのデータが全部吹っ飛んじゃいました。もう連絡の取りようがないです。向こうからね連絡かけしてくればですが、こっち側からは、連絡のしようがなくなっちゃいました。であと重要な、自分として重要なのはテキストデータですね。多分あれソニーエクスペリアだったんで、ソニー専用のアプリだったのかな。結構仕事と個人データと、まあ、個人のいろんなね、いろいろパスワードとかね、いろんなものを書いといたのが全部ぶっ飛んじゃいました。あとはね、あとスケジュール、そんなスケジュール入れてなかったけど、スケジュールのデータが飛んじゃいましたね。あれもソニーエクスペリア専用だったのかな。データがなくなってしまいましたっていうところで、かなり不便なことになってます。はい、まあ、とりあえず、悲しいお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。